これでも悪くないですね。難しい、ここ。笑われてとかだったらやりやすいですね。ね、なんかね、字数が難しいですね、これ。人に笑われて、写真を撮られた。どうします？カレーマンの中で、まあまあいい曲になって。なんてきちゃう。いや、理想はそれですよね。後々歌詞を入れ替えて副産物的にいいものできちゃったんですけどみたいな。そのままなりかねないですよね、これ年齢分の1があって合ってます、これ。合ってますか。38分の1でもいいですけど、どっちの方がいい。あ、38分の1の方がなんかちょっとストレートで分かりやすいかな。うん、そうっすね。歌詞的にこれ何、暴行って何、暴行か。ムネさんが漏らした時の歌です。暴行か。そういうことね。はい。38分の1って意味って伝わるんですかね。まあ、どんどん弱ってくっていう、年取れば取るほど弱ってくっていうところを描い言っといて、でその後にこれで説明するから、まあ通じるかなみたいな。そうかそうかそうか。だったらでもタイトル38分の1じゃないですか。これパワーワードですよね。超かっこいい。めっちゃかっこいいですよね。サンパチバースデーおめでとう、ムネさん、サンパチバースデーおめでとう、本当にかっこいい先輩。なんでその歌の。サビはマストです。サビは絶対必要。みんなに愛されてる言わなくていい。いや、まあ感情的にやっぱ言えないんだったらそれはもうしょうがないです。やっぱちょっと本当にかっこいい先輩も。あ、いや、いいですいいですよ。もうしょうがない、それは。ごめん。いや、いいですいいです。やっぱり、やっぱ表現者なんです。そう、いきます。サンパチバースデーおめでとう、サンパチバースデーおめでとう、サンパチバースデーおめでとう。1982年10月21日吉田宗博誕生。聞いてください。38分の1。ワン、ツー、スリー、フォン。これ弾いてんの？弾いてます、弾いてます。うん。電車の中足を組んで耐えたあの日を覚えてますか。人に笑われて写真を撮られたこと覚えてますか。38分の1が
えられる力だんだん弱ってく暴行になすすべはなく少し滲んだタイツ胸さ本当に漏らしちゃったワンちゃんねえんだってサンパチバスデーおめでとうみんなに愛されてる胸さんサンパチバスデーおめでとう本当にかっこいい先輩ムネさん毎年これを送りますかムニーマン止めろ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 いいかめちゃくちゃもうあのねいやーよかった発表できて